集中豪雨や台風災害の時期、いざという時いち早く情報を収集し避難を検討することが命を守ることにつながります。気象庁は今年2月ホームページをリニューアル。最初に自分の住んでいる地域を設定すると、その地域の防災情報や天気、災害の危険度などを確認することができます。今回のリニューアルのセールスポイントは、見やすさ、それから操作のしやすさに重点を置いています。またスマートフォンの表示にも対応いたします。自分の地域が安全かどうかはキキクルを活用。キキクルでは雨雲の動きや浸水、洪水、土砂災害の危険度を確認できます。赤は警戒レベル3相当、薄紫は危険な場所から全員避難が必要な警戒レベル4相当です。特に赤や薄紫が出た場合は避難判断の参考に使っていただきたいというふうに考えています。学校の休校にもつながる警報。警報が出る可能性は事前に知ることができます。防災情報をクリックし、警報・注意報のページへ。早期注意情報という項目で、2日から5日先まで警報が出る可能性を知ることができます。こう予想したときは、ほぼ警報を発表する、可能性が高いと。中で、予想した場合は、今後雨雲が予想よりも発達して、兵庫県にかかるような場合、警報を発表する可能性が高いというような時に、この中を発表いたします。インターネット環境がない人はサンテレビの D ボタンを。県内に出ている警報や避難指示が出ている地域を確認することができます。自分の家はどんな災害の危険性があるのか、自治体から配布されるハザードマップや、インターネットで兵庫県 CG ハザードマップを検索しチェックしてみてください。